はい、こんにちは、マスターです。ですね、いつもビデオを見てくださって本当にありがとうございます。まあ、5時から男ということでですね、今日はですね、今お昼なんですけれども、まあ、ある国にですね、旅立っていきたいなと思います。今最近はですね、残念ながらコロナウイルスですか、インフルエンザだったりとか、どうのとかとかって言ってますけれども、はい、ちょっと残念ながら海外には行くんですけれども、ちょっと国の方は言えないんですけれども、中国とか北朝鮮とかではないので、まあ、コロナウイルスあまり懸念しなくてもいい国ではありますけれども、僕自身ですね、すごく感じることがありまして、何を感じるのかといったらですね、日本人ってなかなか旅をしないなというふうに思いますね。なので、僕自身はですね、旅をして、まあ、僕自身もですね、ワインが好きだったりとか、現地の人たちにいろいろビジネスの情報を聞いたりだったりとかっていうのがあると思いますけれども、そういうことはやっぱ知りにですね、海外に行くんですが、あなたもですね、もしですね、チャンスをつかみたければですね、まあ、海外に行っていろんな人たちとご縁を持ってですね、自分たちのビジネスをですね、拡大をされたらいいんじゃないかなというふうに思います。プラスですね、やっぱり海外に行っていいことはですね、僕自身は日本の良さっていうのをですね、よりよく知ることができるんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひですね、海外ですね、どんどん、行っていただけたらなと思います。なんか知らない、暖冬かなんか知らないですけど、いきなり今朝からですね、鼻が詰まり出したんですけれども、はい、まあ、そんな感じで、また現地からですね、いろいろ情報を送っていけたらなというふうに思います。それではまた次回お送りしていきます。5時から男、増田拓夫でした。さよなら、いってきます。